ってずっとゲームばっかり。いや、いや今他にやることないんですか。本当今スマブラ GO の発売まだですか。どうもラメリーです、本日もですね、先輩にお付き合いいただいております。どうぞ。どうも先輩のタワーですいつもありがとうございます。いや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 、いやどうしてもね、もう一回親フラドッキリしたくなってね、タナさんにやらせていただきたいと思います。実はね、タナさんのチャンネルの方でもう僕一回ドッキリ仕掛けられてるんですよ。これはもうやるしかないぞと、もう大きい声もね結構出したんで、やっても不自然じゃないかなっていうふうに思うんですよね。で結構ねいい時間帯なんですよ。これは使えるぞということでやっていきたいと思います。まあ今回も僕の声なんですけど、周波数を変えて女の人の声にして喧嘩していきたいと思います。さてどんな反応をするんでしょうか。はい、ということでね、まあさっきまでちょっと収録してたんで、続けざまにじゃあ僕のチャンネルでも撮れればっていう感じで今言ってます。はい、よろしくお願いします。はい、朝からありがとうございます。はい、眠いですあ、リュカだ。たまにはデデデ以外っていうところもね、捨てていかないとね。いやまあでもデデデだったら多分本当にマジでボッコボコのボコになるんでちょっとあれなんですよね、タナさん、タナさんのちょっと他のキャラだったらまだね、勝てる可能性があるから、まだ勝てるでしょ、言うて。そうそう、まだ勝てる、勝てる、全然勝てる全然勝てるよ。タナさんね、こんなね、失礼なこと言ってもね、怒んないのもうね、俺、バファリンでできてんだよねちょっと待って、あの PK ファイヤーなんだ、マジ。あ、え、なんなん、あの PK ファイヤー、マジ。なんかまあ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 、何もできん、何もできん。よし、あ、今行きそうだったのに。惜しかったね。てかオンラインで当たってもリュカちょっとあれなんですよね、結構嫌いなんですよ、リュカとか。ネスが結構でも苦手とかありません？なんかそのあるある、一回ちょっとボコボコにされると苦手意識入っちゃうみたいな、ありません？わかるわかるもうこのキャラやだみたいなあれ、もしかして嫌な感じですか？いやもう今リュカちょっと大丈夫かなって言いましたけど、やっぱりあのトラウマが戻ってきましたね、フラッシュバックしちゃいました。はい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 、やられたやられた、やばいやばいやばい。言うて僕めっちゃ最近ドンキ練習してるんで、全然強いんだ。ドンキしか使ってないですけどファイヤーエンブレム勢めっちゃ嫌いになりそうでしたそれしゃあない。いやでもこれはね、勝ちたいよ、さすがに練習してきたからね。あ、やべ、あぶね。ここは一生もぎ取んないと、タナさんだからといってここでもう、おっと、いやこれはちょっとまだまだ。そしていよいよ次の試合で仕掛けに行くどうかな。めっちゃ脇毛処理してんだよな、このおっさん。よし、やっていこう。はいはい、よし。あ、やべ、これやりたかった、これやりたかった。あ、間に合わないな、結構。はい、これは守れ守れ。あ、あれ踏まれた。怖すぎる。おしゃい、やばいからの一本ちょっと決めて、ちょっとやばいな、やばい。でも逆にブラックペッターこれ結構相性いいんじゃねえか。おう、そういう技もある、そういう技もある、そういう技もあるんだって。発売して何回かって1回しか使ってるよーっとね。いやでもさすがにね、もう勝てる兆しあるよ。あぶね、よし、いい感じ。あいあいあい、待って、かれあう、あう、届かない。あ、そうか、シモンは復帰があれだな、復帰がちょっとまだ、そう、復帰が弱いから、あと慣れてた。よしよし、
これは慣れてないうちに倒すのが。あわあわ、よよよ、ああ、いや、朝から何叫んでんの。あ、うるさい。すいません、ちょっと待ってください。うるさいって。いや、今ちょっとごめん、あんたね、録音してる。なんじゃと思ってんの。いや、ごめん、今録音。ゲームできないの。今何、またゲーム。そう、先輩と今またゲーム。いや、違うんだって。ずっとゲームばっかり。いや、いや、今他にやることないんですか。いや、ごめん、今ダメ。部屋片付けなさいって。いや、違うって。いつ片付けんのこれ。いや、今日やる。片付いてなかったら捨てるから。今日やるから。ゲームも捨てるよ、本当に。いや、今日やるから大丈夫。どうしてもっと静かにゲームできない。いや、今は違う。私はこれ収録してるから。バカなんじゃ、本当に。いや、収録してんだって。何か言ってもわかんない、あんた。脳みそあるの、本当に。いや、収録してんだって。直す気ないやろ、だって。だってこれだって違うよって。俺も YouTube やってるから。関係ないって。いや、迷惑かけてるんだから。じゃ、動画作らんとあかんねんで、ね、今。誰、先輩、先輩が今一緒にやってくれてる。まだ終わったらちょっと来て。はい、行きます。後でね。すぐ来てよ。分かったって。はい、からの、はい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 、のもも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 、はい、イエーイ。いやいや、え、はい、さっき何、いや、え、もしかして、親フラ。あ、いや、親フラですね、はい。え、マジ親フラです。よーし、親フラ、よしやべ、ラッキー親フラ、ラッキー親フラ、イエーイ、よしいや、親のパワーで負けてまう。え、え、なんすか。いや親が来たことによって、なんかパワーがもらったみたいな感じになってる。いや、もうあれはもう全然気にしなくていいんで。え、カットするんで。え、あ、カット、はい、え、カットするの。カットするんで、もう。あ、はい、もう全然、あれですよ、大丈夫ですよ。あ、大丈夫、気にしなくて大丈夫です。なるほど。はい、ふぅ、よし、なんか、めちゃくちゃテンション高なってない。いや、やったくぅ、そう、親フラでもダメか。親フラでもダメかってなんやねん。ちなみに親とどういう会話してたの。いや、僕そもそも、一人暮らしです。あれ、僕の声です。失笑しか出ないんだけど。親が来た後にどういう風に対応すればいいか分かんねえな。それを使ってでも勝ちたかった。よし、これで、じゃあ、分かる、はい、オッケー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 。なるほどね。え、で、はい、よし、怒ってます。え、怒ってないよ、怒るわけないじゃん。怒ってます。あ、え、怒るわけないやん。え、ジャズがと、え、え、怒ってないんですよね。いや、怒ってない、全然怒ってない、勝ったらね。わお、よしよーし、だ、あいつ危ない、嘘、え、いやー、あれだね、怒りの三立てなのかもしれないね。でもね、不正やっても勝てないってことが分かったよね、みんな。真面目に強くなろう。うん、そうやね。強くなるための近道なんてないんやで。心にしみるわ。はい、ということで、概要欄の方にタナさんのチャンネルも合わせてもらってますので、ぜひそちらも飛んでみてください。はい、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。最後まで見てくれてありがとう。概要欄に Twitter とか載せてます。絡んでくれよな。
ちなみに裏で流れてるこの音楽は俺のバンドの曲なんだ。バンドのチャンネルで公開してるから見に行ってみてね。ではまた次回の動画で。